中区栄の地下街でキャンペーンを行った地域団体のうち、栄南まちづくりの会は現在サンシャイン栄で職域接種を実施していて、9月1日からは接種の対象を12歳以上のすべての名古屋市民に拡大するとしています。それに合わせて中区の職員とともに若い世代を対象にチラシを配るなどして職域接種の利用とワクチン接種を促しました。市では9月6日から全世代を対象にすべての接種会場での予約受付を始めますが、集団接種会場などはすでにほとんどの予約が埋まっていて、中区の担当者はこうしたワクチン接種の機会も利用してほしいとしています。